Peggy 3. I'm Takashi Iizuka.Sonic 3 プロデュース今日はあの東京ゲームショウ2日目が終わったところなんですけども私の方も、今日は、ライブステージを2つやりまして、多くの方に、チームソニックレーシングを、プレゼンテーションしました。チームソニックレーシングは、コンソール機で初となる、ソニックのレーシングタイトルです。今回のこのチームソニックレーシングは、チームで戦うというところが、最大の特徴になっています。ネットワークを通じて、友達同士で、3人1組となって、勝利を分かち合うそんなゲームにしたくて、今回のチームソニックレーシングを開発しました。今回 の, そのチームレーシングの、開発のきっかけとなったのは、私の子供もよく、友達と一緒に、カートレーシングゲームとかをやるんですけども、あの対戦プレーで友達同士で遊んでいると必ず1人が、大喜びして他の3人がちょっと嫌な思いをしてなんか空気が気まずくなるんですよね。それを見ていてこうなんでこう友達同士で遊んでるのにこう嫌な気持ちになってしまうんだろうっていうそういうところから、今回の、みんなで一緒に勝利を分かち合おうっていうコンセプト今回のチームレーシングっていうアイデアを思いつきました。今回のゲームには全部で21のコースがあるんですけども、今回紹介しているウィスプサーキットやアイスマウンテン、それとマーケットストリートなど、今回のゲーム用に新しく作り出した世界観だったり、それと過去のゲームからインスパイアされて新しくフレッシュに作り上げたコースなど、たくさんのバリエーションが用意されています。各キャラクターは3つのタイプに分かれていまして、それぞれスピード、テクニック、それとパワーと、それぞれ特徴のある3つのタイプに分かれています。一番スタンダードなスピード、テクニック、パワーと、この組み合わせ以外にもスピード、スピード、スピードとかパワー、パワー、パワーっていうよりアグレッシブなチーム編成をすることが可能ですので、そのチームに合わせた戦い方が皆さんの中で作られていくんじゃないかなと思います。今回のチームソニックレーシングで、私の中で一番お気に入りはシャドウなんですけども、特にその車ですね。その車のデザインは非常にこう私も何回も相撲のデザイナーと一緒に話をしながら、トライアンドエラーを繰り返して本当に、車好きの私でもかっこいいなと思える車のデザインを考えましたし、それとあの他のチームとの駆け引きの、セリフとかもやはりあのシャドウらしいあのいい駆け引きになってるんじゃないかなと思います。レーシングゲームというとそのかっこいい音楽を流すことによってこの遊んでる雰囲気、気持ちっていうのもすごく大きく、影響ありますので、その時に過去にデイトナとかでレーシングゲームの音楽の実績のある瀬ノ上という名前がこう頭に浮かびまして、今回はぜひ瀬ノ上と一緒にまたゲームを作りたいという思いで瀬ノ上を指名しました。ソニックっていうのはアクションゲームのキャラクターですので、ソニックマニアやソニックフォーシーズといった 2D、3D のアクションゲームをリリースしてきましたけども、今回のようにソニックとレーシングというのは非常にスピードという親和性がありますので、こういうソニックを知らない方にも楽しんでもらえるように、今回の違うジャンルのようなものは今後も挑戦していきたいと思っています。